こんにちは、コタロです。今日もですね、感覚統合の話をしていきたいと思います。で、感覚統合は、五感覚、視覚、聴覚、触覚、それから、平衡感覚、それから交友感覚、中の深部感覚ですね。で、こいつを満たしていくと、非常に体のパフォーマンスが上がる、自然と上がっていく。でもってコミュニケーション能力だったりとか、そういう生きづらさを感じている人が感覚を満たしていくとすごく生きやすくなるよねっていう、発達障害とかのジャンルで発達、こう実践されている、考え方になりますね。で、この感覚統合をボイストレーニングに応用していくとむちゃくちゃ声出しやすくなっていくので、これをちょっと今日も話していこうかなと思います。で、前々回は視覚で、前回は聴覚ということで、今日も、今日はですね、触覚の感覚統合の話をしていきたいと思います。これね、触覚めっちゃ効くんじゃねえかなと思ってるんですよね、これね。特になんか声が詰まるとか、なんか本番の時に声がうまく出ないとかね、なんかちょっとこう緊張しちゃいますみたいな感じの人だったりとか、でかい声出そうとした時にすごいこう緊張したりとか、なんか辛いみたいな感じになる人っているじゃないですか。うん、こういう人にね、実際ね、この皮膚の感覚統合やってみると、めちゃくちゃ効くんですよ。なんなんこれっつうぐらい効くんですよね。これね、ほんとね、ボイトレでどうにかしようとしたらね、すんげえ大変なんだけど、感覚統合っていう、側面というか、ところから考えて、でもって実践していくとね、すんげえ楽っていうか早いんですよね。ということで今日はですね、触覚の感覚統合になります。はい、これもまあシンプルですね。で、まあ例によって今日も、ビフォーアフターでどう変化するのかなーっていうのをちょっとこう、やっておきたいので、まず、普通に何も特に意識しないで、あーみたいな感じで声を出すっていうのをちょっとやってみておいてください。でもってその時の声の出方ですね、広がり方とか音量とか音質とか、もうなんか心地よさとか、なんかそういうのを感覚覚えておいてください。はい、では行きましょう。で、今日やるのは皮膚の、皮膚っていうか触覚ですね、の感覚統合なんですけれども、もうまあいろんなやり方はあるんですが、今日やりたいのは撫でです。このね、撫でるで、はぁって感じじゃないですか。撫でるみたいな感じなんだけど、すげえ効くの、これ。めちゃくちゃ効くのよ。だいたいね、このね、これ本当、なんつうのかな、この感覚統合の話とかって、もう本当に愛着障害とか、そっちの話ともすげえ関係してるんですけれども、皮膚感覚がちゃんと育ってないせいで、声がうまく出せない。出せてないっていう人むちゃくちゃ多いんですよ。ほいで、これね、感覚があるとかないとかっていうだけじゃなくて、皮膚感覚っていうのは何なのかっていうところをね、考えるとね、すごい納得するんですよね。皮膚感覚っていうのは何かっていうと、世界と自分をの境界線なんですよ。世界と自分の境界線なんですよ。だから、皮膚感覚がしっかりちゃんとできてる人っていうのは、なんかね、なんだろうな、こう包まれてるっていうか、自分と世界っていうのはちゃんと分けられていて、でもってちゃんとこう自分の皮膚が自分を包んでいる。だから安心なんだっていう感覚がある人なんですよね。だから声を出すっていうのは自己表現なんで、こいつがさ、危険地帯、例えばもうなんか嫌いな人がいっぱいいる部屋とかでさ、声出したくないじゃん、なんかなんか嫌だなみたいな、とか威圧してくる人の前とかってなんか、おみたいな感じで、なんか声出したくないじゃないですか、ちょっと緊張したりとか、でああいう感じなんですよ。デフォがそれ、普通がそれみたいな感じになってる人が声出しづらくなってるんですよね。こういう人にボイトレもっと練習しようってやってみ、全然余計萎縮するから全然うまくいかないですよ。だから、皮膚感覚をちゃんと整えていくってことをやると、安心するんですよ。安心、これをね、目どんなに効くかっていう話なんですよね。で、その時に撫でるがすげえ効くよねって話なんですよね。で、やり方ね、もうほんと簡単、もういいから撫でようって感じです。俺は終わりなんですけど、撫で方はね、とにかく手のひら柔らかく、手のひら柔らかく、手のひらを
すごい柔らかい状態にして、でもって触って、まあ、まあ言っちゃうと乗っけて、乗っけるだけ、よっしゃー撫でるでーっていう感じじゃなくて、乗っけてスライド、乗っけてスライドっていうだけ、うん、これだけ、うん、これだけで、体を全体、体全部、うん、できれば背中とか足とかお尻とか、その足の裏とか頭とか顔とかも全部ですね、全部、うん、男性とか顔とか触んないですからね、なかなかね、女性だったらこう、まあ、多少はねって感じで、お化粧とかするときとかに触るかもしれないですけども、頭触るんですよ、頭もそうで、首とか、そのでポイントはね、この皮膚でちゃんと、感じるってことですね。これ神経の使い方ってね、こう2種類あるんですよ。遠心性神経ってやつがまず一つですね。遠心性神経っていうのは、体を動かすぞとか、こう脳からこう外側に向かってこう指令を送るね、動けーみたいな感じで指令を送るのが遠心性、遠いに心って書いて遠心性神経ってやつが、あるんですね。でもう一個が求心性神経って言って、こう求める心って書いて求心性神経っていうのがあるんですね。これはだから皮膚とかで先っちょこうなんかこうとか触るじゃないですか。触った時に指先とかで触ったら、指先からあ、なんか触ってるぞーってこう感じるやつですね。こういうやつ、だこういうのの両方使ってるんですよね。で触るときは、こう今右手でこうこの左手の腕を触りますけれども、右手はまず遠心性神経で触っていくぞ、触るぞーつって、脳が指令を送ってもらいます。でもって触ったときに、こっち腕を触っているっていう感覚がこうまたこっちにインプットで入ってきて、アウトプットと言ってインプット両方やってますよね。で触られている方も、あ、触られたぞみたいな感覚っていうのもありますし、それからこうなんか意識を向けることによって、こう触っているぞ、こう動かすとか、なんかこう筋肉が緩むとか動かすとか、そういうのが起こって、また遠心性神経も、動いてるんですね。というわけでこうなんかグールグールって動いてるわけです。でこういうのを感じながら、あ、ここに皮膚があるんだ、あるんだ、自分がここにいるんだっていうのをね、感じながら触るんですよ。うん、スーッと、うん。で、もっとね、こうなんか、分かりやすく感じたいんだったら、もうね、1ミリぐらい浮かして、産毛触るといいです。よしみたいな感じでこうガシッとやんないで、もう、ほんとんと、なんかカステじゃねえみたいな感じのレベルで、そーっとこう、そーっと触るんですよ。うん。で、それで、こう、全体を触っていきます。体中を触っていきます。っていう感じでやります。うん。これね、癖にするんですよ。もう、この間レッスンした人とかさ、これでめちゃくちゃ効いたんですよね。うん。まあ、プロね、プロっていうか、舞台をやってる方だったんですけども、うん。なんか、声が、大きな声出すときにちょっとこう緊張しちゃうんですよね、みたいな話してたんですけども、もう、まず声が出ないっていうことがまず起こりづらくなりましたって話と、でもう一個はね、もうすっげえめちゃくちゃ大事なんですけど、出なくてもまあいいやっていうふうに思えたんですって。これさ、これめちゃくちゃ重要なんですよ。出なくてもいいやなんですよ。そしたらさ、失敗なくなるんですよね。出ても OK なんですよ、もちろん。なんだけど出なくてもまあ OK みたいな感じなんですよ。これが安心なんですよ。これが安心。子供とかでどんどんチャレンジをしていっても、全然どん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 チャレンジをしていって、こうなんか天真爛漫にこうなんか楽しそうみたいな感じになってる子って、失敗とか成功とかじゃないですよね。楽しくてやってますし、痛かったら泣くしみたいな感じで素直なんですよね。うん。なんだけど、なんかこうすごい怒られたりとかして、うわっうわっうわっってこうなってる人とかは、もうチャレンジも怖いみたいな感じになってくるんですよね。だってチャレンジして失敗したら怒られるし、成功しても妬まれるし、どうすんねんこれみたいな感じになったりとかしちゃったら、もうそれでもう世界怖いみたいな感じなんですよ。だからそういう人が、歌うぞみたいな感じになったら、もう歌うなんてさ、もうあれ最強の自己表現なわけですよね。自分の中の感覚とか感情を声にして出す、歌うみたいな感じになってくるわけじゃないですか。押したらさ、もうすごい自己表現ですよね。もうなんか自己表現したら、もうなんか世界は危ないっていうふうに思ってるから、そりゃ出しにくいよねって感じなんですよ。だからそういう感じなんですよね。だから、皮膚感を育てて、いくというのがあるわけですね。だから傷がついた時に、なんか風呂入るとか、
入ったりとかすると染みて痛いじゃないですか。ああいう感じですね、うん、だからちょっと風が吹く、ちょっとこう水が触るとかお湯に触るだけでもうチク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 みたいな感じ、皮膚が弱すぎる、うん、まあ、ここで言ってる皮膚っていうのはエネルギー的な皮膚ですね、あの心の皮膚って言ってもいいんですけど、むき出しは痛すぎるんですよ。だからちょっとこう皮膚をね育ててあげましょうと、触ってあげるとねこう育つんですよね、うん、だからもうね暇さえあれば触っといてくださいって言っといたんですね、うん、そしたら全然もう1週間ぐらいねこうなんか舞台の本番があったんでって言ってたんですけど、すごい変わった、という報告をいただいて、やっぱりねって感じでした。はい、ということでですね、触るんですね、はい、触りました、はい、ということでそうしましたら、もう一回声を、わーっと出してみるんですね、あーみたいな感じで出してみたときに、うんと出してみてどんな感じがするのかなとか、出しやすいなとか、喉にかかる負担少、多いのかな少ないのかなとか、心地いいなとかね、うん、なんか安心して声が出せるなとか、まあいろいろあると思いますけれども、うん、とその変化を感じてみてください。はい、いかがだったでしょうか。はい、ということでですね、この皮膚感なんですよね、この皮膚感ね、もう他にもいろいろやり方はねいっぱいあるんですけれども、うんと私はねこの撫でる結構好きでね、うん、やってます、うん、もうほんとね、まあ、整体師とかもねこうやってたから、手からは結構気とかねそういうエネルギーがすごい出てるんですよね、まあ、自然とですけれども、うん、で手のひらをこうなんかね触れてるだけ、触っているだけ、でもすごいね安心感でね起きるんですよね。で子供とかもなんかお腹痛いみたいな時に手当てたりとかするじゃないですか。そうすると、あの本当に本当に良くなるんですよ、うん、もう痛み消えたりとかするんですよね、うん、でこれはあの自分でもそうです。怪我したとかいう時とかも、うん、とほっとかないでその怪我したっていうところとかにこう手を当ててゆっくりその、痛みとかを感じるんですね。あ、傷ついたなとか、うん、そういうのを感じるだけ、手を当てるだけです、うん、それだけでもね全然ね、その後のこの予防はいいっていうか、傷の治りも早いし痛みもすぐ消えちゃったりとかするんですよね。ちょっとしたこう切り傷とかだったらすぐにもう血とかも、ね、一瞬でパッと止まって、ね、なんか傷あったのかなみたいな感じになったりとかするぐらいなんですよ本当に、うん、そういうのがねいっぱい起きてるし、うん、だからやっぱ手で触るっていうのはねもうこんなにすごいんだという感じなんですよ。で、かつ声も、なんつうの、声ってやっぱね、もう前回だったかな、前々回だったかな、もうお話しましたけれども、声ってその、いろんな感覚を同時にいっぱい使ってるんですよ。だから手触りのいい声とか、なんかこう軽いとか重いとか、なんかこうツルツルした感じの声ですねとか、うん、なんかちょっとこう、ひんやりしてるねとか、暑いですねとか、いろいろあるじゃないですか。だからそういう感じで声にも質感とかあるんですよ、触覚は、うん、だから触覚で、満たしていくと声ってね、うん、となんか、豊かに感じられるようになるんですよね。だから聞くんですよ本当に。でそういう触覚が育てば育つほど触覚豊かな声が出るようになるんですよ。もうさ、これ最強みたいな感じですよね。だからうまいとか、あのスキル的にうまいとか下手とかっていうのではない部分のそのエネルギーみたいなやつがねすげえ満ちてくるんですよね。これねすげえですよ。これはねボイトレだけでは身につかない能力なんですよね。だからうまく、あんまりうまい、物理的にはそんなにうまくないんだけど、すごいこう響いてくるとか、なんか染み入ってくるとか、なんか包まれてる感じがするみたいなね声を持ってる人っているじゃないですか、歌とか、うん、そういう人っていうのはそういう感覚がね満ちてるんですよね。みずみずしいんですよね。すごいね、だからこうこの感覚統合っていうのはね、なんていうのかな、まあ物理的に言えば声も出しやすくなったりとかするんですけれども、感動を生み出すとか、自分自身の声と出会うとか、そういうのもねすげえ関係してるんですよ。というわけで人生が豊かになるなーっていう感じがします。はい、ということで、今日もですね、今日はですね、あの感覚統合の一つとして触覚で、やり方としては撫でる、これねもうほんと効くんで、もうねもう好きあればもうどん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 撫でてみてください。もう自分で自分を撫でてあげる、うん、でもって、もしパートナーの方がいるんだったらその人に撫でてもらうとか、
っていうのもすごいいいですよ。それから子供とかね、撫で合いっこしてみるとか、そういうのやってみると、ものすごいこうなんか満ちたなとか、なんか満たされるなみたいな感覚ありますので、ぜひやってみてください。はい、というわけで今回は以上になります。ありがとうございました。